こやぎチャンネル、まっしゃい。はい、どうも、毎度こやぎです。本日はですね、解説動画なんですけれども、ロジャー、あと、まあ、川松もね、実は解説してないんですけども、その時かい、川松ゲットできてなかったんで、今のところ、未開放キャラなしと、まあ、全キャラコンプですね。で、ロジャーは前回ね、ガシャ動画だったんですけども、ガシャ動画の最後にちょっとだけ、スキルと特性読み上げですね、解説というよりかはをしたんですが、小ヤギ自身もすでに半分忘れかかっているということで、復習のためにもね、もう一度ちょっとスキルと特性読んでから、動き見ていこうかなと思います。で、川松はちょっと別動画に分けようかなと思っております。ではですね、早速スキル1の方ですね、遠距離攻撃、どちらも遠距離攻撃だったような気がするんだけど、そうですね、はい、遠距離にいる一定範囲内の敵にダメージを与える、スキル発動から一定時間よろけ無効効果を得る、レベル5で防御力減少を付与する攻撃、効果が追加されると。でクールタイム29秒と、まあまあ早くて、スキル攻撃力594で、防御力減少が 10% 減なんですね。あんまり、まあ、大きい減少じゃないけど、まあ、20秒間持続すると、はい、こんな感じですね。これはね、メダルでもうちょっと縮めることはできるんで、こっちのスキルメインに使っていくことにはなると思うんですね。こっちが重たいんですよ。はい、クールタイム44秒ですね。で、スキルボタンを押している間、敵から受けるダメージを減少する。これがすごい。この減少ってどれぐらいって、ダメージ減少 70%。しかも、これね、まあ、読んでいきましょうか。一定時間経過するか、スキルボタンを離すと遠距離にいる一定範囲内の敵にダメージを与える攻撃が発生する。で、さらに、これね、スキル発動中に減少したダメージ分、敵に与えるダメージを追加すると。だから、殴られてももうへっちゃら、ね。その分ね、お返しすると上乗せして。で、しかも、スキル発動から一定時間よろけ無効効果を得るってあるんですけども、これスキル2発動から一定時間ダウンせずよろけになる、かつ敵から付与される状態以上を無効化すると。で、ここに特性の効果によって減少したダメージは追加されないってありますが、もうこれ、まあ、言うたら燃焼とか、まあ、感電とかいろいろありますけど、そういう効果ね、はい、なので、まあ、気にする必要ないですし、このスキル使ってる時、まあ無敵です。で、ダメージは徐々に蓄積されるというか受けていきますけども、もうスキルはほぼ確実にぶっ放せると。で、それをまあ敵にぶつけさえすれば、元のこのスキル攻撃力764と激高なのに加えて、受けたダメージね、受けたダメージ 100% じゃないですよ、減少したダメージ分だから、これね、スキル発動中に減少したダメージ分、はい、ただダメージ減少 70% やから、100ダメージ受けたら 70% 減少するから70ダメージ減少するわけでしょ。その分が乗ると、そういうことですね。今の説明で分かっていただけたかどうか分からないけど、めちゃ強なスキルなんですよ、これ。もうエグ強、もう構えてる時に不用意に殴りに行くと、もうマジで倍返し食らうから、はい、もうエグいです。倍にはなってないけどね。はい、ということで、はい、特性ね、読みましょうか。はい、キャラ特性としては気絶状態無効化する、はい、気絶する心配はありません。で、これをね、無効化した時に10秒間防御力が 70% 増加する、はい、もう気絶系キャラに対して圧倒的に強いです。はい、
スキル2から一定時間ダウンせず要件になる、これさっきのやつね。でかつ敵から付与される状態以上無効化する。スキル2がとにかく強い、はい。だからこれ振動とか他の状態異常系ね、感電とかも無効化すると。で特性1、パラメーター強化中の敵に攻撃した時、まあ、攻撃力アップとか移動速度ブーストとかねかかってる敵ね、ディフェンスもそうですけども、与えるダメージ 30% 増加します。はい。で、残りの体力が最大の 70% 以上の敵に攻撃した時、自分によろけ無効状態を付与すると。だこれ攻撃してからのスキルとかだとまた話変わりますよね。とにかくスキルに肝ですね、はい。で敵から最大体力の 20% 以上のダメージを受けた時、体力が 30% 回復する、かつスキル1のクールタイム 15% 短縮と。もうね強すぎるよねこの時点でね、はい。敵から最大体力 20% 以上のダメージ、まあまあ受ける機会多いと思うんですよね、はい。これ 20% 以上のダメージ受けた時 30% 回復それってもうゾンビですこの方、はい。さすがゴールディロジャー海賊王ですね、はい。特性2、スキル1で敵に攻撃した時攻撃力が 20% 増加する、はい。スキル1です、こっちね、カムサリで、これで攻撃した時に、攻撃力が 20% 増加、最大 100% まで増加して KO されるとリセットすると。これねスキル1で敵を KO とかしなくていいんですよ。もう敵に攻撃したらとりあえず攻撃力 20% 増加、なんのこっちゃ。もうどんどん攻撃力が上がるから最大 100% までめちゃ強なわけですよ。ここでさらにまたスキル2も絡んでくるとね、はい、もう恐ろしいキャラですよね。もうバンバン敵なぎ倒す系、うん。で、自チームのお宝確保数が敵チームより少ない時、スキル2のクールタイム短縮速度 50% 増加、ここできます。だからクールタイム重たい44秒やけども結局22秒ですね、はい。で敵を KO したときスキル1のクールタイムを 30% 短縮、こっちはスキル1ね。でここでもそうだし、ここでもそうだね、クールタイム 15% 短縮あるし、こっちでも敵 KO したときにね、しかも KO できる機会まあまあ多いと思うんですよねこの強キャラはね、クールタイムを 30% 短縮かつ体力 15% 回復、このね 15% 回復でこの 30% 回復もあるしゾンビですね、はい。でブースト特性は敵に攻撃した時 3% の確率で亀裂状態を付与すると。これまあキャラブースト、特性解放ね、キャラブースト解放で特性解放で、ブーストが超フェスキャラなんで超攻撃力ブースト、はい、こんな感じですね。よいしょ。さあ、ここも上げれるね。あ、いいね。じゃあ、実際に動きを見ていきましょうかね。はい、ここはちょっと置いとこうかな。うん。メダルアームをつけんでいいか。ちゃうね。こっちだわ。いまだになれへんから。ちょっと待って、シングル。迷子になっとるよ、こんな。どこら辺にいるかな。結構上の方に行っちゃってると思うんですよね。ここまで上は、はい、こう、おった。さあ、ロジャーでは早速使っていきたいと思います。ロジャーの技がかっこいいから、
演出というかエフェクトというかね、まず通常早いんです。範囲も横に全然あるね。まあ強いね。1発2発3発、3発目にどえらい強そうなエフェクトが赤いかつちもえへん。このロジャーの剣、ロジャーの剣がグリフォンなんじゃないか説はないか。よし、スキル使いましょうか。スキル2から使おうか。はい、これを今すぐぶっ放したけども、まあ、貯めれると。でスキル1、どっちも遠距離やけどね。あのシャンクスのグリフォンよりかは距離が短いと思ったより、遠距離だけど思ったより短いというか、シャンクスのグリフォンがちょっとなぜか長すぎると。今なんかシャンクス落ち面みたいな感じで言われてますけど、そういう意味ではね、やっぱシャンクスも強いと思います。ただこれロジャーが緑だし、あのおでんも緑属性だしね。まあそういう属性の相性的にはシャンクス青だから、まあ今ちょっとシャンクスがねあんまり使う人減ってきたというか、だけども今まで青属性が強すぎたんだから、うん、緑属性だって言うてさ、やっぱデッキ組むときにいいキャラ少ないよね。デッキが一番パワー低いのは緑やもん。さあ通常ばっか打ってるわ。そうなるとちょっとさ、よいしょ、はい、こうやって食らうのを全部お返ししちゃうとダウン取られないんよね。えぐいよね。横の範囲も広いもんね。はい、こんなにまあ強キャラですよと。いや普通に強い。ただロジャーとオデンどっちが強いですかって言われるんですけど、正直それはね難しい話なんですよね。何を見るか。こうやって例えば1対1ね、タイマン張るとか、まあ、まとめて敵なぎ倒すとか、でもそれはオデンでもできるか。1対1に特に強いかなって思いますね、オデンはね。で、あ、おでんはじゃない、ロジャーはね。で、おでんはね、まあ、ゲッターなんで、まあ、役割が違うっていうか、火力が別にあるキャラじゃないから、ただ、強すぎるから、マジで。スキルがね、まあまあ、えぐいから、おでんでも十分張り合える。けれども、おでんの本来の仕事で言えば、よいしょ。ゲッターやから、おでんはね。肩抜くのが仕事やし、まあ、場をかき乱して試合展開有利に運べるようなキャラね。ロジャーはもうとにかく敵をなぎ倒す役ね。ただこのスキル2とか、もう秒数が少ない時に使えば C 旗とか居残れるから、居座れるから。そういう意味ではね、アタッカーやけどディフェンダーの役割もちょっとできてしまうぐらい強いっていうか、これ今しかもメダルついてないからね。で、まあ2発止めかな、こういうことやね。でもこうなったら、ここが C 旗やとしたらこうやって居座るとえぐいやろ。今スキル打たれてたんやで。えぐいよね。はい、えぐ強です。いやー、強すぎる。はい、ゲット。ちょっと実戦形式に近い感じにしよっかな。シングルで、練習。そうだな。
まあドラム等とかにしようか。あ、ちなみに和ローね、前シーズン使ってたんですけど、今シーズン開けたんで、まあ最後ねやり込めなくて結局5位やったんですけど、ワーローを連れて行ってて思った、めちゃくちゃ弱い。ワーローのガンマナイフがもうマジで刺さらんくて、敵にターゲットつけててもマジで当たらん。もうガンマナイフならぬガマンナイフいやもうもっと頑張って、もうガンバナイフよ。もう本当に全然ガンマナイフがガバガバゆるゆるの設定で、いやマジでもうちょっと攻撃範囲広めてくれてもいいんちゃうっていうのと、飛んでからスキルが出るまでにちょっと誤差があるから、普通に回避とかじゃなくて横スライド、あの歩いて避けれるっていう、もうマジガバガバな設定なガンマナイフやばい。気絶してる相手とか感電してる相手に向けて撃たないとまず当たらない。それか旗を抜き終わる敵に向けて撃つとかやけども、それもねなんかねターゲットロックつけててもちょっとねブレるんすよね、飛ぶ位置が奥行ってたりするし、それはありえへんやろって思ったんで、このガンマナイフの設定マジで変えてほしいですね。はい、そんなどうでもいい話続きでするならば、このゾロは1位取れました。前シーズンで1位取れたのはこの2年後ゾロだけでしたね。で2年後ゾロは使ってて思ったけど意外と使えるまあまあ使える、強い、同じディフェンダーやけども、ワローはね強いと思ってたけど使ってみて思った、もう全然無理、全然無理やし、これ5位やったからもう1回1位取るために走るかって言ったらもう走らん二度とっていうぐらい弱かった。悲しい。でおでんとロジャーにしよっかな。ロジャーいました。ロジャーになんかメダルつけるか。いやロジャーにメダルやめとこ、おでんのメダルも逆に外そう。でまあロジャーとおでんどっちが強いか論争の続きで言えばね、どっちも強いけど、どっち育てますか、小ヤギさんだったらどっち育てますかって言われたら、もう見ての通り完全におでんに偏ってるよね。おでんだってロジャーだって素体として1体ずつしか当ててないから、どっちも本来で言えばレベル60なんですよ。でももうこのキャラのかけら割り振ったりとかね、あの特訓で走らせたり、まあこっちも走らせてるけど、走らせ始めやからまだ60ですけど、まあ、もう完全に優先すべきはおでんだと個人的には思ってます。勝負に勝つならロジャー、試合に勝つならおでんみたいな感じですね。ただどっちでもいいですよ。どっちかしか持ってない人はもうその人キャラを大事に育ててください。もう間違いない、超フェスキャラもうおでんかロジャー持ってるだけで間違いない、間違いなく強いから自信持って育ててください。小ヤギがおでん優先してるからってロジャーしか持ってないけど、じゃあロジャー育てる価値ないんですか、全然そんなことないから、めちゃくちゃ強いロジャーは。それを今からじゃあね証明しましょうかっていうとこですよね。はい、ただおでんも本当にね強い、ゲッターの強さじゃない、異常、頭おかしい。でもロジャーはもっと頭おかしい、その攻撃対人とね対戦することにおいては。まあこれね全部コンピューターだから、まあ、適当にねあれですけど誰も来てないと。よいしょ、どうなってんのこれってどうなってんのこれって感じよね。あ、戦ってんのか、そこで。いや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 
まあ、ちょっとスキル適当に売ってますけどね、取ってくれやんと試合が終わっちゃうからね。いやワンパンで終わっちゃうからね。このさ、だから最後さ、ラスト10秒とかさ、ここでスキル2ね、最初にやったみたいな感じでやるともう激強なわけですよ。はい、 5-0 なっちゃいました。その旗取りよ、取らんのね。だったらもうこれでかわいそうに。あらららら、誰かが旗抜いてくれたからまた 5-0 になっちゃったやん。チョッパーかわいい、チョッパーかわいい。はい、おしまいと。まあ、ドレスローザステージもうちょっとやってみようかな。さあ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 、対戦相手がコンピューターだから取れてしまうと、ね、やっとんじゃこいつ奥の藤虎まで死んだかわいそうに。いやマジでアタッカー兼ディフェンダーみたいな役割もできてしまうよね。え、いっていいよ全然、ついてくんなついてくんな。ついてくんなこいつ何してんねんこいつやめろよついてくんなちょっと待てよ、なんやねん、遊んでる場合ちゃうねんなんやねんもうアホなんかなんの攻撃も出してない。じゃあここから、あー死んじゃった。どっちもスキル1もスキル2も遠距離なんでね、ここから彼当たらん。こっからスキルを当てれると。はい、やまあドレスローザーステージ、まあ強いですよねロジャー。バルトロメアのバリアはマジで後ろから空きかわいそう。だこうやって残り秒数が少なくて敵がいっぱい攻めてきたと、中に割り込んで入る、ちょっと待って、でこうする、あ飛ぶ飛ぶやん、飛ぶやんくん、セーフあれは受けたらあかんねやね、藤虎のよろけダウンは向こうやけども吹っ飛びは向こうじゃないと、まあ、そういうことですね。よいしょー、これぐらいの距離やったらまあ届くと。 OK、ね、例えばこう敵が来る、構える、
はい、吹っ飛ばしにこうやって弱いと、そういう時はスキルボタンを離しゃいいだけやからね。またお前か、かわいそうに。遠距離があればここからでも打てるのにな。じゃあ残り20秒、誰か助けて。はい、こっち行く。頑張り。こっから、動かんねや。こっから援護。またそうやるな。ここからは、ここから狙える、狙える。オッケー、カウサリー、カウサリー。ほら余裕ですな。そういう時はここで構えといて。どこ行くあいつあいつどこ行くねあいつどっか行った。無視した。無視されたらそらもうね、何もできやん。はい、というわけでですね、こんな感じですね、ざっくりと。はい、まあ終盤も強いし、まあ1対1の対戦にも強いし、まあ、複数の敵なぎ倒すのも得意と、まあ、とにかく対戦、対峙した敵をもうどんどんなぎ倒すに特化した、もうザ・アタッカーっていうキャラですよね。もう本当に攻撃力 20% 増し、スキル1使うとね、それが最大 100% まで溜まるっていうのももうえぐいし、体力の回復ついてるのもえぐいし、スキルにマジで無敵やし、もう吹っ飛ばしにだけ注意してください。よろけダウンはマジで何のそのって感じです。はい、なので白ひげのスキルとか食らっても大丈夫でしたよね。はい、マジでえぐいです。吹っ飛ばし系だけ注意ということで、はい、本日はロジャーの解説動画でした。いかがだったでしょうか。また次の動画でぜひお会いしましょう。小柳でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。